はい、できました。今日はね、豚焼肉の炊き込みご飯。で、サラ、夏野菜のサラダ。で、梅なめたけ。で、わかめの味噌汁。お漬物はナスビとキュウリで食べましょう。では、いただきます。なんか仮想通貨ちょっと動かしとってね。あ、今日もいい感じに回転できてんの、ね。うん。あ、美味しい。だしがね、ちゃんと効いてるけど、効きすぎてない。うん。あんまり辛なったらどうしようかなみたいな、ちょうどいい味具合で。オクラ。おいしい。うん。うん。うん。一気においしいね。今日はね、白ご飯ちゃうから梅なめたけはいらんよね、うん、豚の焼いた炊き込みご飯おいしいな。豚の脂効いていけるわな。あこれちょっと子供の、まあ、手間やけどね、どっちにしても豚焼いてでご飯かしゃかましゃかたかんなんから普通におかず作る手間は手間やけど、ご飯とおかずで食べるよりまとまって炊き込みした方が食べやすいかもわからない。夏暑くてね、食欲ない時は、うん、もうちょっとニンニク効かしてもらったかもわからんけど、でも焼いて一回焼いてあるから肉も香ばしくってね、で味もちゃんと入ってる、みんな正解でした。ちょっと思いついてね、試したら美味しいんちゃうかなと思った。うん。あっちゃん料理は基本思いつきで作るからね。ちょっと、梅なめたけをね。梅なめたけはね、いつも舐めたけどね、甘酸っぱいんじゃなくね、ほんまにガツンとね、塩しょっぱい、梅干し酸っぱくってね。あ、美味しい。これはご飯のロボやわ。夏にさっぱり美味しい、なめたけ。うん。いっぱいね、なめたけの種類があってね、ニンニクなめたけとか、うん、焼きネギなめたけとかね。焼きネギなめたけも美味しいかもかなと思う。うん、ちょっと切ってみようかな。えのきはね、安い時から1パック68円とか70円ちょいぐらい買えるよ。この時に買って作っといたらね、うん、作っといたって1週間ほど食べられるからね、うん、いいかい？で、これ、炊き込みご飯ね、卵入れてあるから、卵も一緒に煮てあるからね。これがね、卵を効いて美味しいね。卵は栄養食、完全栄養食品やからね。体にすごくいいし。なかなかね、一日何個も卵食べられへん。ご飯に練り込むってなりやと思う。白米にね、卵を練り込んで、練り込んで入れて、炊いて、混ぜ込んでもね、そんなに邪魔せえへんね。炊き TKG ね。ある意味、おかずあるんやったら、
き込み TKG。 ご飯醤油で味付けして、大体1合につき大さじ1ぐらいかなぐらいの醤油で味付けしてね、で卵を大体ね1合に1玉ぐらい、違う、1人1玉ぐらい入れて、で一緒に炊くほどおかずは他にとったらね美味しいと思う、体にもいいしね。いろいろねレシピはね勝手にこう思い浮かんでいくんだよ。ああ、そこには言えた。あ、ちょっとあんまり気にしないんですって。おいしいね。まだ8歳に入って、もう何がついたかなぐらいの。焼き牛やな、ふわふわでおいしくなる。かかんの、これ。これ、うめえな、今回。大きめの。オクラはちょっと入れた方がいいと思う。めっちゃめっちゃするけど、もうちょっと小さく切る、繊維を断ち切るか、ある意味すごい見張りで言うと不思議だよね、噛んだら噛むだけ口の中ネバネバや、これオクラ舐めだけにしてもいいからね、いろんな、かぶわオクラ舐めて、オクラは熱入れん方がいいから、オクラはまあ、さっと茹でるか、大きめたね、ちっちゃめたらもう普通に切ってもいいと思うけど、で細かく切って、で茹で上がったなめたけと混ぜて、おいしい、梅なめたけすごいさっぱりしてるわ、マスピおいしいね、もう完全に味が入って、うめっ、栗漬け、ズッキーニはね見た目硬そうやけど生で食べられるから、この繊維がすごいな、ね、ほんと粘り気がね、焼肉豚の炊き込みご飯はめちゃくちゃ美味しいよ、お焦げ、これ美味しい、醤油系炊き込みご飯作るとねおこげができる、あっちゃん結構炊き込みご飯は塩系で作るからおこげあんまりできへんね、どっちかって塩系の炊き込みご飯は好きやねんけどね、
うん、硬い繊維の強いこちらをね、しっかりと抜きつつ食べると、食物繊維も取れると思うし、いいと思うよ。ビンゴイタリアよりちょっとあっさり系でね、美味しいわ。これで焼肉にして食べても美味しいかもわかんない。たんとしては塩系だけどね、タレ、タレじゃなく。だんだん市販のタレとかも使うようになってきて、もう使うの使いたい時にもないからね、捨てちゃったし。いざって言ったっけね。いろいろ作ったんよ、ぽいものを。なめたけのね、梅酢が効いてすごい美味しい。いっぱいかもなんか。青くした。あれ見てた？美味しかった。うん、豚のね、炊き込みご飯ありです。うん、わかめのもうシンプルなお味噌汁も美味しいね。昼間にね、めんつゆ作るのに、だし作るのにちょっとずつ作るのにもったいないからさ、まとめて作っといて、で、それ抜いといて、で、もう一回温めて、で、瓶に入れて、冷やし冷ましてね、茶の熱を取って瓶に入れて、冷蔵庫放り込んどいて、だから、だし使いたいときは2、3日使えると思う。あんまり置くとね、良くないかからんけど、今の時期めんつゆ作るでしょ。逆の発想ね。普段は醤油とかみりんとかお酒を煮立てて、でそこにだし入れて、だし醤油を作っとく。でそれを水で薄めんねんけど、水かこれで薄めんねんけど、逆転の発想でだし作っといて、そこに醤油入れてだしを作る。みりん酒とか入れたかったら、もう鍋で温めたら、まあ、めんどくさいからね。だからそういう方法もありかなって。みりんとか下げたら煮切ってアルコール飛ばさんなんかがね、めんどくさいね。
美味しいわ。とんかつけって美味しいね。今日ふっと思いついて、この前から豚で炊き込みご飯しようと思ってた。ね、どうしようかなと思って、まあ、普段通り普通に豚入れて、ね、だし入れてやってってもいいけど、豚さんに味付けた方がいいかな。じゃあ焼いた方が香ばしくて美味しいかなと思って、もっと考えてみてやってみたら、バッチリ、めちゃくちゃ美味しかった。うん、これありやと思います。で普段の醤油だれもいいんだけど、焼肉のタレ風なものを作って、タレ、焼肉のタレ風な炊き込みご飯にすることでね、味がすごい広がる。あの、ニンニクの味とか、生姜の味とかも広がってね、もうなんか、香ばしくって、美味しいものができたんで、これありやと思います。またこれリピするかもわかんない。こんな感じでね、炊き込みご飯もね、いろんなアレンジやっていきたいと思います。ということで、今日のあっちゃんの、ご飯動画、豚の焼肉炊き込みご飯でした。ごちそうさまでした。作る動画はいつも通りメインチャンネルじゃなく、あっちゃんずキッチンっていうサブチャンネルがあって、あっちゃんずキッチンの方で上げてます。そっちの方を見ていただければ嬉しいです。あっちゃんねるの概要欄にリンク貼ってあるんで、あっちゃんずキッチンを見て、よかったら作ってみてください。夏休みね、お母ちゃん大変やと思うんだけどね、レシピ考えるのめんどくさいでしょ。よかったらあっちゃんレシピ使ってください。やってね。バイバイ。結構ね、簡単で、あっちゃんでもできるものしか作ってないでね、あっちゃん結構料理ね、もうめんどくさがりやし、結構初心者なんでね、簡単にできるものしかレシピにないんで、ぜひぜひやってみてください。ではまたね。バイバイ。